松島&ファンク、ジャッキー・チェンチーム、そして対するはエース&ルイス、PTW。 いきましょう、レディー、レディー、先行いきなりこのワイヤレスマイクで黒人2人日本人が平らげるライブ、お口かわしてやるぜこの4小節のアートは北海道から持ってきたヤバめのアート、いやヤバめのアート、ぶちかましてアフリカ人お前ら土人奴隷になりな、俺の4小節で奴隷にする俺のライブはまるで魔法のようなものだぜ、ないんだけどさ期待を裏切る、俺もアフリカじゃなくてブラジル人、ちょっとこっちにいらっしゃい、ほら見てみなさい、顔がこっちじゃなくて本体はこっちだ、わかりますから、お前が本体はこっちだ、戦国黒ラベルで Y 戦争はアイドル好き、こちら愛国主義はビリビリは間違いない、ひとたりぶっ飛ばしてこそからクソが消える、つまりは愛国主義、日本大好き、お前ら日本人、どの国に行っても日本人って言えよ、これわかんなかった、ちょっと待ってくれよ、始まって泣いてる理由俺には全く分かんねえ、分かんねえ、思考相手にもできねえわけにはいかんねえ、これがバトルだぜ、けじめをつけるぜ、にがりくん、いえ俺は俺そんな分際でやってる、今日9ヶ月ぶりのバトルだぜ、いきなりこの子泣いてんだよ、いえ超気まずくてしょうがねえ、俺から言わせるぜ、君は MC としてもうダメ、あれあれ標的を燃えるゴミにしたのはアンサー変えてないからなんですかね、どうだこのやり方、 Hey yo、 いつで